やあやあ、我が弟子。ようやっと見つけたぞ。この時期はずいぶん忙しいようじゃないか。あっちの英霊にこっちの英霊、チョコをめぐって大騒動だ。人類史を痛感しても、こんな騒動に巻き込まれているのは君ぐらいじゃないかな。うむ。というわけで、もう私の用はわかってるだろう。たっぷりと愛情を込めた水銀チョコだとも。トリムマウから抽出、精製したやつだぞ。ぜひ涙にむせんで食べてほしい。なんだなんだ、今さら水銀チョコぐらいどこかの工程とかで慣れてるんじゃないのか。だいたい君、おかしな毒耐性があるんだろう。少々致死量を食べたところで問題ないはずだよ。ふん、君は師匠の愛情を疑うというのか。ちょっと君の苦しむ顔が見たいだけなのに。まあ半分は冗談さ、半分はね。ただなんだ、このカルデアはあんまりにのどかだ。無論人類史さえかけた戦いのただ中なんだが、剣謀術数の吹き荒れた我が時計塔に比べると妙に穏やかな気持ちになってしまうことも事実でね。なんだか自分がふぬけたような気分にもなってるのさ。だからこういう少量の毒は自分の精神の均衡を保とうとしている行為なのかもしれないね。おいおい、どうした。変な顔して。もちろん今を気に入ってないわけじゃないさ。その通りだ。軍師たるもの、戦いを考えるは日常。日常を外れれば違和感も覚えよう。だがだから軍師が平和を愛さぬことにはならぬ。我らはそも平和を欲するからこそ戦うのだから。おっと、芝居殿、余計な口を挟まれますね。とはいえ、だいたいその通りさ。こういうのは昔の知り合いに言わせると心の贅肉でね。おっと、この言い方は良くないな。貴族らしくない。彼女の口癖が映ってしまったか。こほん、つまりだ、戸惑っているだけで嫌いなわけじゃない。機嫌もいいところだが、こんなところに来てしまって、それでも今の環境を私は楽しんでいるんだ。この旅が終わった時、今の私がどうなるかわからないが、だからこそかけがえのない時間だって思っているのさ。ん？なのでこれはその礼だと思ってくれていいんだよ、我が弟子。あ、それはそれとして、水銀チョコの味や効能は後で詳しくレポートにしてくれたまえ。私の採点は兄ほどは甘くないからな。